への切符を手にするのは上位3名のみ。それでは堂島シェフ、発表をお願いします。ではまず第3位、雪平相馬957点。なあ、3位かよ、ギリギリさんか。第一席の雪平くんでも3位だなんて。ってことは2位と1位は。第2位タクニアルディーニ958点。キフウェーイ、兄ちゃんやったね。くそ、タクミに負けた。ブルーでもっかい勝負だ。次もペシャンコにしてやるぞ、雪平。残る一枠第1位は959点、田所めぐみ。ブルーに出場するのは以上3名に決定いたしました。いや、田所にも負けたわ。おめでとう、田所さん。あの、でも私の下、審査員の皆さんの反応良くなかったような。それは味わう前だけですよ、田所めぐみさん。魚介の玉子餅、あの中一つ一つに異なる味噌を使った味噌汁が隠されていたなんてね。それはまるでびっくり箱。日本を縦断しながらくす玉が次々と弾けるような。北海道、会津、長崎、越後、薩摩、東海、仙台、瀬戸内、佐賀、津軽、京都、江戸、それぞれのお味噌汁には各地の名産品を使った具材も溶けていました。誰でも懐かしく感じる味が一つはある。憎い趣向だったぜ。そう、まさに全国味噌自慢巡り。楽しい万有期じゃった。当月を代表するにふさわしい唯一無二の品ね。ありがとうございます。その品は連帯職歴で一色先輩が出した料理をヒントにしました。だからみんなと過ごしたたくさんの思い出の結晶なんです。小さな庭から羽ばたいた君がさらなる高みに飛び立った。頑張ったね、田所。